チャーハンを作りたいと思います。よっせゴージャスの名前の真ん中の星印はちゃんと角田ヒロさんに許可を得てるんだよ。どうも、始めました。ゴージャスの方がです。私ゴージャスでーす。アッシュさんとこっちからヨキュンでーす。ヤヒー。そしてはい、河野マリカでーす。マリカなんで許可取りに行ったんですか。あの朝の番組で、うん、なんかその角田ヒロさんがゲストの時に俺とキックって芸人とチェリーパイっていう芸人でみんな星ついてるから、全員みんな撮ったんだけどチェリーパイやめちゃってキックもちょっと今瞑想してるから僕だけ正式にねついでるの僕だけ。優勝正しき優勝正しいやつだったからね、ちゃんと自信を持って、自信を持ってお届けしてくるわけですね。エレガンスを取りに行かなくて大丈夫ですか。エレガンスは僕から、僕ももうマスターマスターだから星のマスター星のマスターだよ。僕からのれん分けみたいな感じありがとうございます。大丈夫です。はい、許可をですね。ということで、今日は久々のゴージャス紅茶第3弾。ちょっと最後ね、ゴージャス紅茶ジャス紅茶ね、おい、クラグなんだおい、ゴージャス紅茶なんだから、歩き出せよ、お前ちょっと。もう何なんだ、お前。ゲームじゃないよ。いや、ゲームじゃないから、安心だな。何それ、ゲームじゃないと、ぐだっていいの。ぐだっていいよ。うん、もうどうでもいい回だ。おい、どうでもいいですって。いや、これはね、俺がブレイクした時は本当にすごい、アクセスがグイグイ伸びるからな。お前こんなとこ見せてたらもう大変なことになっちゃうから、ピシッとしろ。あ、じゃあちゃんとしてくれ。ありがとう。ということで、しっかり行こう。よし、しっかり行こうということでね、もう座ってなんかやらんない。はい、みんな今日も立ちで頑張りましょう。行くぞ。えいえいおお。何これ。とりあえず前回のおさらいを、はい、まずやってみたいと思いますね。はい、前回のおさらい、前回何を覚えましたか。マリカちゃん。はいはい、こう来て、うん、くるっと回ってワンチュー君のハートに、うん、レボリューション。お、ちょっと、もうちょっと、もうちょっとあれだな、もうちょっと大きい声じゃないと届かないよ、後ろのお客さんで。そうだった、そうだった。うん、行きます。うん、うん、足、どっちでもいい、どっちでもいい。うん、そうか、行きます。うん、ワンチュー。君のハートにレボリューション。お、いいねいいね。ね、そんなにね、喉だけ痛めないようにね。声優さんにやらせないでください。そんぐらい俺はやってるんだぞっていうのをね、声優さんにも知ってもらいたい。はい、それまず一つね。はい、で、第2回やりましたね。第2回の9、うん、何を学んだ。うん、うん、はっ、来た、2人組でやるやつだ。おお、あ、ゴー様は1人でやってるけど。おお、うん、さあ、オチの部分どういうやつ。うん、雪山で寝たらいけないよって。おー、いいね、いいよ。うんうん、で、二人でやってみる、ちょっとおさらい。あ、この二人だよ。おダメだよ、寝ちゃダメだよ、まだ助かる、うん、まだ助かる、うん、まだ助かる、うん、それここまだ助かる。どう、先生、どう。いいでしょう。やったー。足音を なんかすごいリズミカルにって言われたけど、はい、できなかった。お席に着きなさい。失礼します。いいですね。うん、ということで、よし、わかった。ステップ3に進んでいい許可を出しましょう。はい、ありがとうございます。次はですね、やっぱりマダガスカルのネタはね、みんなもう結構知ってるんで、それに劣らないぐらいのクオリティのやつをまず見せていきますので、ご覧ください。はい、いきますよ。うん、ショートカンタ3分間クッキング。はい、先生、今日は一体どんな料理を作ってくださるんですか。はい、今日はみんな大好き、そんなチャーハンを作っていきたいと思います。早速いきましょう。
熱く熱したフライパンに油を少々ここに。ご飯を入れます。ここでポイント！チャーハンはご飯のパラパラ感が命！そう、このパラパラ具合が、パラパラ具合が、パラグアイ、それここ、パラグアイ。おお、そう、こんな感じ。むやみやたらに声がでかいですね、先生。めっちゃ迫力ありました。やっぱ声でかいと、みんな萎縮して。面白いか面白いか、びっくりさせるんですよね、まず。そう、面白いか面白くないかのね、その感情、判定をなくさせるのね。麻痺させる、そうそうそう、ね。すごいびっくりしちゃいます、いつも。でかくてでかくて。ね、全然、なんだろう、10倍ぐらい面白く感じるでしょ。うわ、面白かったです。ちっちゃい声で、パラパラグ、パラグアイって全然面白くない。確かに。パラグアイって、おー、うわー、面白いみたいなんですよ。これで大体学祭は。学祭いや、もらった。よし。じゃあこれを二人組でやる？そうですね。じゃあ最初助手。はい。助手で。ジョキュンが料理の先生。料理の先生。先生、今日は何を作ってくださいますか？何を作るんですか？もうそれで終わりだから今日。はい、わかりました。今日の仕事終わり。今日の仕事。そしたらジョキュンが。すごい難しい話すこといっぱいあって。はい。みんな、はい、みんな大好き。みんな大好き。チャーハンを作っていきたいと思います。チャーハンを作っていきたいと思います。うん、行きましょう。そのチャーハン、チャーハンね。鍋、フライパン持って、うんうん、ね、油を入れて、ご飯を入れます。ここでポイント。やっぱね、油とご飯だからね、パラパラ感が出るから。チャーハンはね、パラパラ感が命。パラパラ感が命。そう、このそう、このパラパラ具合が、パラパラ具合が、そこで匂わせる。そっか、難しいな、それ、ね、それはもう自分のタイミングで。パラグアイが、パラグアイ、ちょっとここのためをね、ちょっとね、パラパラグアイが、ちょっと楽しんじゃう自分で。あ、自分、ご自分はいつも楽しんでらっしゃる。楽しそうですもん。楽しく楽しく。あのね、先生はね、鍋が見えるんだよね、持ってると。あ、うん、ここちゃんと、確かに中華鍋が見えるのよ。ちょっとご飯の待ってるのが見えますね。すごい。よし、じゃあ早速行ってみよう。はい、ショートコント、ザンブクッキング。先生、今日はどんな料理を作ってくれるんでしょうか？はい！今日は、みんな大好き、チャーハンを作りたいと思います。よっせ。まず、このお鍋に、油を敷いて、うん、おいいね。ご飯を入れる、うん、チャーハンは、うん、このパラパラ具合が、うん、パラパラ具合が、うん、パラパラ具合が、パラ具合、それパラグアイの1位。カタカナにしてくんないと分かんなかったですよね。ここでしょ、パラグアイ。パラグアイ。おぉ、コンポンでコンポン。それ教わってなかったから分かんなかったです。そう、みんな知ってると思ってた。ちょっと難しい、世界って広い、うん、まあテイク2、うん、テイク2やるか。じゃあチェンジ。チェンジ。よし。米と油とお米と。油とお米でいいんだもん。わかりました。油ライスでいいんだからね。よし。油ライス。よし、ゴー。はい。卵入れないんだみたいな。はい。テイク2。よーい。まだですか。タメが好きやろ。あっしょ。ショートコント。サンプクッキング。お話してんの。先生、今日
にお鍋を用意しますね。はい、そこにですね、こちら油を入れますよ。はい、そして、お鍋を温めたら次はお米をバーン。はい、そして次は、このお米を、温めていきますよ。この時に重要なのはパラパラ具合でございます。はい、パラパラ具合、パラパラ具合ですよ。でパラパラ具合、パラパラ具合、パラ具合、それここだ、ここだ、ここだ、パラ具合。はい、OK。 今の街は何ですか。やっぱあそこで止まらない、ちょっとね、うん、なるほど、カメラ、ね、カメラさんも探してるかもしれないですね。いやー、うん、いいね、はい、なんだろう、なんだろうな、本編とは違う笑いになっちゃった、なんかね、うん、めっちゃ笑ってましたね。ね、この子がね、この子が伸びしろがあるんだよ。この子がね、いやーよかった。いやでも難しいですね、大きな声をやっぱり出しながら、うん、こう説明したり、クッキングしたり、うん、確かに、うん、素晴らしいなって改めて思いました。なんだろう、ちょっとなんか先生の超えちゃったみたいな感じがするやつがあると、ちょっと腑に落ちない、ちょっとじゃあ今回は単位あげません。え？先生超えたのにですか？超えたから。超えちゃダメ。微妙に微妙にダメな感じにしないとダメなんだ、うん、これ。先生嫉妬しちゃうから。だからまだ君たちはゴージャスユニバーサリー。ユニバーサリー学生ですか、私たち。卒業できません。あれ留年です。あ、うん、そういうふうにしよう、そういうふうにしよう。ちっちゃい、ちっちゃいな。うん、じゃあ今日終わり。はい、はい。先生ちっちゃいな。またよろしくお願いします。先生、次は次回は、次回オーストラリア編で。オーストラリア、うん、これで単位取れてめたく卒業できるといいですね。はい、はい。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございます。ゴージャス動画チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録して、この2人の見事卒業する姿を見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで今の本日はここまで。今の本日はここまで。本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。何してたろう。いや、なんかもっと変だったんだけどなと思って。いや、もっと変じゃないの。ちょ、コミカルに可愛い感じでやってるぐらい。もう一回やってみせんじゃん。はい、先生今日は一体。はい、はい、先生今日は一体。いや、バカにバカにしてたろ、もう。ここ面白いのかな。バカだ、そこは笑わなくていいんですよ。